お疲れ様でございます。今回は仮想通貨を使ってお金をポンポン増やす方法の一つでございます。今回まだ裏付けが取れてなくて第一情報なので、その辺を差し引いてね、これご覧いただきたいと思います。まずね、ぐーっと下の方に移すわけですけども、このエルドアっていうゲームサイトなんですけどね、こちらの方で仮想通貨の取引を始めましたってことになってます。仮想通貨の銘柄はビットコイン、イーサリアム、ビットコイン、XRP、USDT、VUSD ということになってますね。で、私たちが聞き慣れて見慣れているのがビットコインと XRP、 そしてまあ USDT までかなと思いますね。 USDT はイーサリアムも使えるのかなと思いますけども、ちょっとこの表記の意味は今のところ分かりません。また調べてね、おいおいお話していこうと思います。で、どうやって稼ぐんだってことなんですけども、単純に言ってね、ここからなんですよ。まずは取引所を開設してウォレットを作ってくださいと。そして当然ですけども、そこに入金をしなければならないんですよね。で、ここまでマンツーマンでサポートしますんで、やってみませんかってことです。これが第一段階ね。取引所とウォレットができましたら、今度は入金をしましょうと。仮想通貨の入金をすると、入金額に 10% を増量しますよ。つまり例えばね、ビットコイン100万円分を入金すると110万になりますよってことなんですよ。これお得に入金って書いてますけど、本当にお得でしょ。クリプトフェスティバルっていうことで、こういった暗号通貨の取引を始めるにあたって、まあポイントというかね、ポイントになるのは入金額を増やしますよってことなんですよ。これどういうことかっていうとね、例えば暗号通貨や仮想通貨の取引所、こちらの方をアフィリエイトで誰かに口座開設をさせると、アフィリエイト報酬ってのが紹介者につくわけですよ。で、これが以前ね、私が主にやってた時ってのは1件1万円とか1万5千もらえてたんですよね。で、それを自己アフィリエイトの要領で入金したご本人さんにまあお返ししましょうっていう風に考えれば合点がいくかなというところです。これはね、あくまでも私の解釈なんで、この会社が意図しているものとは違うかもしれません。そこは踏まえて続きをご覧ください。はい、仮想通貨取引もしくは入金が初めての方ね、初めての仮想通貨なら 200% 上乗せって書いてますね。これすごいですね。まさに資金が増えて大勝利ですよ。つまり30万円分のビットコインをこちらの方に口座開設すると、60万円分を足して90万円にしますよってことなんですよね。だったらその時点で出金したら得じゃないですかってことです。ただしこれは1回だけ、初回入金に関してですよね。だから初回入金怖いですよね。だってさ、300万円入金してそのままドローンされたら300万円がなくなるわけですよ。でもここに書いてある約束の通りにやるんだったら、300万円の初回入金に対して600万円つけて合計900万円にして戻してくれるってことなんで、ローゼして稼ぐことができるわけですよ。だから初回入金怖いんで、初回入金ね、どのぐらい勇気があるかですよね。もうまさに超反博打みたいな世界ですよ。だからまだ裏付け取ってないんで動かないでくださいよ。こういった情報が届けられたってこと、それにとどめようと思いますんでね。まあとにかくね、暗号通貨の取引所でここまでね、莫大に増やしてくれるっていうのは、相当会員数を増やしたいのかなと思いますし、やっぱり仮想通貨って片っぽではね、儲かるマーケットなんでしょうね。はい、じゃあ今回は軽く情報に触れる程度で収めておこうと思います。また追ってですね、ゴッドギャンブラー企画などでこの件についてはお話ししようと思います。お楽しみに。それでは。